いやー今日はねいい天気で、今日はライディングスクールにね堀さん来てるんですけどもね、いやーかっこいいバイクがあるね。おあんなとこにちょっと若い女の子いるじゃん。君これ何し、あちょっと、ま、ちょ何 cc これ。あこれ390ですね。390、はい、昔さ、はい、マックに39セットってあったの知ってる、はい、え知らないですね。あもしかしておじさんの娘と同じぐらい。あ今23です。じゃあ大丈夫だよ、おじさんの娘そんくらいだから。あ大丈夫大丈夫大丈夫全然大丈夫。あ娘と同じぐらいだから大丈夫。あ大丈夫なんです。大丈夫だよ。あありがとうございます。ああちょっとヘルメットに蜂がたかってる。おじさんで虫平気なんですごくない？すごい、あ、もうありがたい。もしかして美味しそうな匂いがするんじゃない？ちょっとおじさんのもちょっと舐めてみてもらって。え、あ、え、舐める？ちょっと美味しそうな匂いがするからちょっとテイスティングしてみたいんだけど、いい？いやいや、ちょっと舐めるのはちょっと。じゃあちょっと匂いだけなら OK。 匂いもちょっと良くないですね。ああ、じゃあちょっと触ってみてもいい？あ、まあ、触るくらいで。ああ、ありがとうね。ありがとう。じゃあ5万円。あ、5万円でいいんだ。じゃあ10万円出せば触ってもいい。はい。あ、ありがとう。そんくらいでおじさんお金持ちだからね、出せちゃう。ハチも怒ってますよ。めっちゃ。ハチも。めっちゃ接近中。やめろよ。感じで。私の方がいい匂いなのかもしれないね。どうだよ、おじさんのこと舐めてみないかい。おじさんのこと舐めてみないかい。いや、遠慮しときます。そりゃそうだよね。はい、怖いね。あ、タイヤ端っこまで使ってないじゃん、もったいないね。そんな無理な運転しなきゃダメですか。いやいや、端っこまで潰す実力が持ってない人。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃないと、はい、あのダメなんだよ。ちょっと峠走ってきます。あ、じゃあ一緒に行く？あ、一緒に？一緒に走ろうか。おじさんの後ろ走ってくればきっと上手くなるよ。あ、そうなんです。そのおじさんの家に行っちゃう？おじさんの家に行っちゃう。ちょっと今日忙しいんでちょっとごめんなさい。札幌ナンバーだね。一人暮らし。一人暮らしです。あ、じゃあ遊びに行ってもいい？いや、ちょっと今日ちょっとこれから予定が待ってるから大丈夫。おじさん暇だからさ、家の掃除でもしようか。いや大丈夫です、綺麗なんで。あ、いいね。じゃあ遠慮なく遊びに行けるね。はい。じゃあちょっとこのバイクね、またがってもいい？またがる。またがってもいい。ちょっとこの辺に、この辺ちょっとおじさんもまたがってグリグリしてもいい？またがるくらいですから。はい、よいしょ。いやー、またがっちゃったね。これでもう僕たち友達だね。はい、友達、はい、ですね。じゃあ LINE 交換しとく？LINE 交換、ちょっと LINE やってなくてちょっと LINE やってないですよ、壊れてて。ああ、じゃあおじさん携帯あげるからそれでねLINE しようかね。ちょっと携帯も、じゃあこの携帯あげるから。いや、ちょっとあげるか、あげる。いやいや大丈夫です、大丈夫。これいろいろ入ってるから。大丈夫。ファイナルカットプロとかも入ってるから。もう持ってます。大丈夫です。入ってます。はい、ありがとうございます。というわけで、はい、今日の方はですね、よみちゆきさんでございます。はい。ホワイトベースの二宮翔平です。ありがとうございます。いや、実はね、昨日明日どんないたずらをしてやろうかっていうのを自分でちょっと頑張ってたんですけど、はい、無理でした。はい。どんないたずらをしようか考えてた、何を考えてたかは僕の動画で楽しみにしていただければ。はい。何？気になる、めっちゃ気になる。いったと思います。